皆さんこんにちは。今日はね、ちょっとね特別な日で、実は今みんなでね、あのこういうあのね、病人が出たわけじゃなくて、これからねこの後ろにある車を、まあ軍隊にね、プレゼントするんですけど、まあ、それをプレゼントする前にカモフラージュをペイントするっていう、まあことをね今からやります。で、まあその迷彩についてね、ちょっと、ステファンの方からね、内容を聞いてみたいなというふうに思ってます。アンドレ。Хорошо, будем сегодня, в общем, красить машину, отдавать нашим военным, она поедет служить. И я что хочу сказать, если бы мне год назад сказали, что типа я буду отдавать машину военным, чтобы они, ну, как бы она использовалась на службе, я бы вообще не поверил. ね、今日は実は、まあ、前から僕ら考えてはいたんですけど、軍隊の方でね、車の数っていうのが非常に不足してます、もちろんね普通の、 あの軍人の人が移動するような車も不足してるし、もっと言えば例えば病人とか、あの怪我をした人が、まあ、あのそこから、車でね避難させるための車だったりとかも不足してて、で、まあ、今回この後ろにねある車を、みんなでね、必要な装備とペイントをして軍隊の引き渡すというのが今回の僕らの支援内容です。でアンドレが言ってるのは、1年前にね戦争始まる前にこうやって車をね軍隊の人用に渡すっていうことは考えられなかったし、正直今でもびっくりしてるけど、まあ状況が状況なので、できる限りの支援ということで、あのまあ物資とかも届けるんだけど、まあこういうね車もね今回、僕らの方から、届けてみたいなというふうに思ってます。Расскажешь про эту машину, что мы вначале помогали по поводу, ну, мы же на ней развозили, что мы ее ремонтировали, развозили на ней. Да, она, мы, получается, пол Киевской области, да? Всю. Даже, наверное, всю Киевскую область мы объездили с ней. И как бы за эту машину, ну, наверное, там Глеб, Сережа, только теплые эмоции связаны с ней, потому что она как бы у меня первая, и мы и в передряги на ней там попадали, в общем, ну, короче, разное все было, в общем, она позитивные только эмоции вызывает у нас. この車ね、実は戦争当時はガレージに眠ってたんだけど、僕らが支援物資を運ぶ時に、まあ、手渡しね限度があるし、荷物の量もそんなにね運べないっていうことで、あのアンドレイとかねグレブが、あの、まあ、一生懸命修理をして、で、まあ、修理が完了してから、まあ、ちょくちょく壊れたりはしてたんだけど、まあ、修理を重ねて、でもこれで、まあ、キーウだけじゃなくてキーウ州多分ほぼ全部に、あの、まあ、行って、すごく活躍してくれた車なんですよね。で、まあ、そんな車を、まあ、今ね僕らよりも、まあ、ウクライナ軍の人が必要にしてるだろうなっていうことで、でもある程度修理も終わったんですよ。壊れなくなったので、まあ、この際にねこの車を、まあ、メンバーで相談して、あの寄付っていう形でね、譲り渡そうかなということで今回、あの撮影してます。Но мы намекали. У нас были посты и видео с вот этой вот машиной. И мы намекали тем цветом, что мы пробуем эту краску. 今回ね、あのペイントするときにこういうカラーでペイントするんだけど、実はこれももともとはこういうね、白だったんですよ。でこの白だったんだけど、まあ、いろいろこのペイントするのをトライした跡があって、まあ、汚かったりとかいろいろするんだけど、でなんでトライしたかっていうと、実はあのペイントって普通にこの車を全部あの業者さんに頼んだらものすごくお金かかるんですよ。でやっぱりそれだとちょっと、まあ、あのお金がねすごくもったいないっていうことで、まあ、自分たちで今日はあのまあものすごく綺麗じゃないけど、まあ、軍隊に車なんでね、そもそもそんなに綺麗じゃなくてもいいかなっていうことで、まあ今日はねペイントしたいなと思ってます。で、使うのはこういうね、あのモンタナの、スプレー缶、これあのすごく、まあ、僕あのアーティストした時もよく使ってたんですけど、こういうやつとか、あとこういうあのカモフラージュ用の、あの専用ので、実はモンタナ結構高いペイントなんですけど、こっちの方がもっと高くて、あの、まあ、こっちもこっちも結構ね、あの、まあ、持つというか雨とか泥が来ても結構持つ、あのようなカラーになってます。で、まあ、これで全部車は塗装できないので、こういうねカーキ、ステファノニナン。
こういうこれでまあベースをね、こういう色なんですよ。これでベースをつけて、でまあさらにこのこういう横の部分とかはペイントできないから、まあスプレーでね吹きつけてやるような感じで、でまあ今日は少しミノスペッ今日ね結構寒くて、多分ねマイナス5度6度ぐらいあって、雪もねあれなんですけど、ただ幸い今雪は降ってなくて、まあこれならギリ外で活動できるかなっていうことで、まあ、かなり寒いんですけど、時間もねあんまりないので、これからねペイントをしていきたいなというふうに思ってます。アンドレね、もし僕が次の動画に出てなかったら、これの作業をずっとしてるというふうに思ってください。まあ結構ね、時間かかり、乾燥するのも時間かかるし、まずこのベースになってるやつをきれいにして、まあ下準備をします。で、下準備にカラーを2回吹いて、で、最後の3回目にピクセルと呼ばれる、迷彩柄のこういう、なんていうピセルタシコダラキンケテケだ、四角いね、こう迷彩柄のやつをペイントしていくっていう感じのプロセスになってます。まあ結構時間かかると思います。まあできればね2日間で、まあ天気とかいろいろね乾燥具合とかあるんですけど、2日間でうまくいけばいいなというふうに思ってます。あと明るいうちにしかできないんですよね、暗くなるのが早いから。グルシュシュルパカスイトロモジナテシテデで、本当はね昨日やりたかったんですけど、昨日ものすごくね濡れてて雪が降ってたからちょっとできなくて、でまあ今日ねやるっていうことで今集まってます。よいしょ、では今からスタートです。はい、今ね車の下準備がねできました。まあその前にね一つまあアンドレのねずっと乗ってた車なんで、まあアンドレのね思い出がさっきね頭の中で振り返ってて、でまあちょっと皆さんにねお見せしたい写真があって、わかるフォトグラフ、こういう写真なんですけどね、またこれ画面で少し横に付け加えます。Что рассказать эту историю? В общем, мне тогда такую машину отдали. Это 2,5 года назад было. Мы поехали к Глебу на дачу. И Глеб говорит: "Поехали на закат, там типа поле красиво будет". Ну мы поехали. Я хочу поехать, получается, налево, они уходят направо, говорят: "Не иди направо". Я, короче, сажусь туда. И всё, я выехать не могу. Я весь по уши просто, ну, сами понимаете, в какашках. И, короче, мы не знаем, что нам делать. Она ни туда, ни сюда. Серёжа просто уходит. Там получится лесопосадка такая. Он уходит в лесопосадку. Через 7 минут приходит с комбайном огромным. Он его где-то в поле нашёл. С этим комбайном приходит, нас вытаскивает. Короче, вот это такие самые прям запоминающиеся моменты были. これね、アンドレイの初めての愛車なんですよね。2年半前に初めて、まあ、この車に乗って、でその時に、まあ、乗りたてで、グレブが、綺麗な、なんていうのかな、夜景が見えるところがあるから行こうって言って、まあ、そこが畑のど真ん中なんですけど、まあ、見事そこに詰まってしまって、で周りは声だめだらけ で、まあ、車がもう全く動かなくなって、で結局その時セルゲイが一緒にいてくれたんだけど、セルゲイがちょっと待ってくれって言って、コンバインってトラクターみたいな畑作業をするやつがあって、それを持ってきて、それで牽引して出したっていう、まあ男3人のね綺麗な夜景物語っていうストーリーがあって、それを思い出しながらずっとねニコニコしながら車のね下準備をしてたんですよね。Да. Что, покажи машину? Да, давай. Да, ね、車のね下準備が終わったので、お見せしたいなと思ってます。これね、さっきこういう、まあ本当はもっと綺麗にでもいいんですけど、まあ
カモフラージュっていうことなんで、こういうやつでね、ずっとみんなでね、手分けして、まあ、下準備をして、で、まあ、これからこの上にまずこれをきれいに拭き取って、で、まあ、アルコール消毒っていうか、要するにこの油分とかね、それを全部きれいに取ってあげて、で、まあ、そこからペイントするっていうような考えになってます。まあ、多分これで一通りは何ていうのかな、色をつけた時にちゃんとその色が、まあ、剥がれ落ちずに残るかなっていうので、一応まあ相談した結果これで大丈夫だろうっていうことで、まあ、一通りやったので、こういうところもね、できるだけこれぐらい白くなってたら大丈夫っていうふうに聞いたので、まあこれでちょっと一回ね、これから拭き取りして、油分を取って、そしてまあペイントをね、していきたいなというふうに思ってます。ダウダウ、はい。でね、ボディは下準備をしたんですけど、ディスクの方はこれはもう下準備せずにこのままペイントします。実は違う車も一回ペイントして、持ちが良かったんで、これはもう時間かけずにね、さっさっさっとやっていきます。あ、たぶんのトリニポクラシス中のディスク大丈夫って言ったら、ステファンが大丈夫だ、関係ないとか。はい、じゃあね、綺麗にやっていきます。あと、ショッカリソこれね、グリーンで下準備するんですけど、その上からさらにブラックをかけるので、これでも OK っていう風に言ってます。ミリジーのクラッシュタージンスクナダブルバの на кадре прямо очень зеленый. Я тебе тоже покажу на плане. 時間もねないし、時間お金もねかかるということで、まあ今回ねこういう感じで、大体ねウクライナ軍に提供される車って全部こんな感じで、まあ、個人的にこういうねガレージみたいなところでみんなやって渡すっていうような感じで、そんなにずっと何年もね乗り続けることができないんで、まあ、壊れたりとかもするし、爆発があったらねっていうこともあるので、まあ、こういう形でします。で、多分なんですけど、これライト、まあ、今は僕らこういう形で残すんですけど、ウクライナ軍の人はこれを全部なんていうのかな、カーキーの色に染めちゃって、ここだけ少しライトが見えるぐらいにするんですよ。というのも夜中走るからライトがあるとダメなんですよね。だからほとんど何も見えないような感じで、まあ、少しだけ残すっていう。ただ街中だと、まあ、いろいろね他の車への支障とかがあるから、本当にもう戦場に着くちょっと前ぐらいでそれをやったりとかします。僕らはこれで終わります。これからまあこれをねペイントしていく感じです。どうでましょう。Да, вот так, давай так. Если будет. Вот. А мы еще потом просто снимем. Ты так по этой по банке подтянешь. По полностью, да? Макс. Понятно, что это не на выступ, но для таких... Порошенко сказал бы тиска. Да.
Да. О, да. Да. О, да, да, да. Ну это ничего, пару метров. Йоди, а фераз машину сколько на это? 33. Вот сама остальное 60, ну, как бы надо красить, вот оно. Теперь новогоднее настроение у наших военных все время будет. Смотрите, какие диски прикольные. Ну а так, количество не поменяло, какая статистика. Так, а покажите коричневый. Да, без разницы. はい、今ね、アンドレイがね、ずっと使ってた車をウクライナ軍のところにね、引き渡すために来ました。まあ、最後にね、ちょっと戦争1年っていうタイミングになるんですけど、まあ、ちょっとアンドレイとね、グレブのそれぞれの気持ち、как раз будет год войны, мы как бы решились на такой шаг. Какие есть слова перед вот, передачей автомобиля? Ну что хочу сказать, что это на самом деле удивительно, что вот в такое время мы живем, в котором надо помогать военным, как, ну, как мы можем, и что моя машина, в общем, поедет на Донецкое направление помогать нашим военным, это удивительно. すごくね、こういうことが起きるというふうには夢にも思ってなかったから、自分たちがこうやって準備した車がね、ウクライナ軍の、方がまあ使って、まあ、人命救助であったりとか医療のね、救助のために使われるということは非常に、ね、誇りに思うというふうに言ってくれてます。Это очень классно, что мы передаем эту машину. С ней очень много крутых воспоминаний. Это первая машина Андрея. Он научился на ней водить. Она нам подарила много эмоций. А сейчас она будет помогать нашим военным и будет совершать какие-то определенные миссии в Донецком направлении. アンドレイの、ね、初めての車で非常に思い出深いものなので、そういう車が、ね、僕らの手によって、まあ、人々を助けるために、ね、活用されるっていうのは非常に大きな感動を覚えてますし、一人でも多くの、ね、人の命、を救う存在になればいいなというふうに言ってくれてます。はい、では今から、ね、車を、ウクライナ軍の方に渡したいなというふうに思います。でちょうどね、ウクライナ軍の方が、来られてます。если можно несколько слов, мы сегодня вот эту машину передаем. Может быть, вы там подскажете, куда она, там, для чего? Рассказываю. Спасибо волонтерской организации, Богдану, всей его команде, что она такой непростой час для нашей державы Украины. Помогает нам всем обмундированием, автомобилями, ну, всем, чем ребята могут помочь. И спасибо спонсором Богдана, которые тоже оказывают всю помощь для нашей Украины. Поэтому еще раз благодарю вас всех, ребята. Перемога будет за нами. Дякую вам. Спасибо огромное. Хай, これでね、車の渡すのを終わります。では皆さん、また見てね。バイバイ。